長年日本にさせてもらったっていうのがあって、帰化することを決めてて、いろんなところからオファーがあった中でどこにしようかなと正直いろいろ考えた結果、やっぱりあのサイスターのところであの満員のサポーターの前でプレーしたいのと優勝させなきゃいけないんだなっていうのが決め手となって、浦和に決めましたね。ちょうどエメルソンがいて、サンフレッチェ時代も対戦してるんで、ツットとかエメとか点取ってくれる外国人がいるんで、後ろさえきちんとしてればこのチームを優勝させることはできるんだなっていうことを印象が強かったですね。監督はドイツの方ですよね。あの時トルコのアルパイっていう人もいて、まあトルコ人に挟まれ、ブラジル人に挟まれ、でフォワードにもいろいろあってっていうので、結構ねいろんな国の人たちがいる中でも一番大事にしなきゃいけないのがやっぱり日本人の力だなと。日本人を外国に合わすんじゃなくて、外国の人たちをどれだけ日本人の文化っていうか、これにこう誇りを持ってリスペクトを持ってチームとして成り立つかっていうことが一番難しかったかもしれないですね。でも結局僕らにいるのが日本だと、で正しい考え方は日本の考え方だと、でまあ、ギドのヨーロッパの考え方、まあ、ドイツの考え方、でそのアルパイのこうトルコの考え方で、ブラジル人はブラジル人の考え方、そうなっていくとやっぱりチームとして成り立たないと、結局やっぱりここは日本だと、日本人のルールをちゃんと文化っていうものを守ってやっていこうっていうことを意識してやってましたね。いやまあいろんな思い出がありますよ。6年もいさせてもらったんでね、最初の年最後のステージ制の、Jリーグだったっていうのもあって、そこで自分がヘディング外したりペーケ外したりして、結局まあ優勝逃してしまったっていうところもあったりして、次の年もねあってわずかなところで優勝できなかったりとかもして、結局まあ3年目の優勝っていうのが一番こう、まあ、自分としては嬉しい年でしたね。あれだけのスタジアム、あれだけのものが整ってた中で、きちんとこうね目指してきたものがあっての優勝、こうなんか喉に詰まってたものがこうキュッとこう飲み込めたような優勝でしたね。その3年間ずっとこう満員状態が続いてた中で、だいぶ慣れてはいたんですが、あの決勝戦だけちょっとこう足がしびれるっていうか震えるっていうか、あんな雰囲気の中でこうやれたことが、すごい経験になったんだなと思いました。のサイスターに入るっていうことが手に取れる感じがするんですよ、あのサイスターの中で。間違いなくね、こうゴール同じサイズなんですけど、サイスターだと守ってる時はゴールちっちゃく見える、攻めてる時ゴールがでかく見えるっていうの、あのサイスターの僕に対するこの雰囲気っていうものがすごくこう好きで、もう正直なところをね、なかなかこううまくいってた時期からちょっと遠ざかって、自分もセンターバックではなくミッドフィルダーで使われたりとか違うポジションで使われたりしてた時期もあったんですけど、まあとにかくね、浦和は優勝しなきゃいけないチームだっていうことを胸にずっと思ってたこともあって、何としてでもこのチームを勝たせなきゃいけない、ただその強い気持ちだけを持ってで戦ってた結果がそういった11ゴールが生まれるシーズンにもなるんだなっていうふうに思いました。そうですね、
あの時犬飼さんが社長やってくれてたんで、必ず大事な試合に何人か集めて食事したりしてた時期あったんですけど、犬飼さんもね男気がある人なんで、必ず浦和の町みんなが集まるようなところの近くで食事をさせたり、あのみんなでしてたんですけど、次が必ず大事な試合なんで、みんな気合い入れてやっていこうっていう、で必ず帰る時にはサポートに声かけられたりするんで、それもね含めてプレッシャーじゃなく、あこの人たちのために俺ら頑張んなきゃいけないんだなと、こうエネルギーに変えられる、そういう浦和レッズでしたし、まあ犬飼さんのこう人柄っていうか、そういうことも含めて、ああいう人たちがいたからこそ列が強かったんだなっていう感じもしましたね。いやーそれは間違いないですね。周りの人たちの期待、そんなねプレッシャーとして感じなくはないんですけど、俺はどっちかって言ったらエネルギーとして感じられる、変えられる、そういったこともできることだなって、もう本当にこの人たちの期待っていうものはどれだけにエネルギーがあるかっていうことを、やっぱ試合になっていくと、なんかもう一歩走れたりとか、もう一回競り合えたりとか、そういう人たちの期待があるからこそ、ああいうことができるんだなっていうことが、浦和に入団して、分かったことだったんだなと思います。本当にこう強くなっていく浦和、弱くなっていく裏は両方も見てきたんですよね。ものすごく愛があるクラブだなと。僕にとってこう今までね取ってきた道が浦和があっての道なんで、今までのトゥリオのストーリーに浦和があってのトゥリオなんで、もうあのチームでプレーしたことを誇りに思うし、忘れることはできないし、もう大好きなクラブですね。だからこそ厳しいことも言えるし、だからこそ強くなってほしいんだなっていうのが、だからこそまた優勝を本当にこうあの最下位に来るのが嫌だなって思わさせる、そういう浦和に戻ってほしいですね。いやーただのこうサッカー好きで、ただのこう試合に出て勝ちたい、ただにこうそのサポートを喜ばせたい、そういうバカな人だったんだなって思うだけですよ。ムキになってただけです。決して裏表ない人間なんで、思ってることを表に出してるだけ。それ結果としてあれだけの人たちにこう少しでもこうね嬉しい瞬間をね与えられたらなっていうふうに考えてやってきた人間です。もうサッカーばかりですよ、ただの。浦和レッズというクラブは大好きですし、これには変わりはないですし、まあ、本当にたくさんの嬉しいこともあって悲しいこともあったんですし、浦和としてもね優勝できたことが本当に誇りに思うし、またね何かの形でねみんなにまた会えたらなと思うのと、このサッカーバカのトリオが変わってないですし、これからもね列愛っていうものを心に刻んでやっていきたいなと思います。生きていきたいなと思います。